こんにちは、泉です。皆さんお元気ですか？今日は敬語の勉強をしましょう。皆さん、敬語は好きですか？ JLPT では N4 でも敬語が少し出ますが、 N3 ではヒアリングでビジネスの会話がありますから敬語は大切です。イタリアで日本語を勉強している皆さんは多分敬語を使うことはないと思いますが、日本に旅行した時にお店の人から敬語で話しかけられることもありますから、分かった方がいいですよね。敬語について今日と来週の2回ビデオをしたいと思います。今日は1、敬語とは何か、2、敬語の種類、3、どんな時に使うかについて勉強しましょう。日本語で話せますから、ヒアリングの練習もしてくださいね。では最後まで見てください。1、敬語とは何か。敬語はオノリフィコですね。イタリア語の礼の話し方と似ています。イタリアでも昔より礼を使う機会が少なくなったかもしれませんが、日本でも本当の意味での敬語は少なくなっていると思います。辞書で調べると敬語の意味は、聞き手や話題に上っている人物、事柄に敬意を表す表現とあります。つまり相手の人、話している相手の人や相手のものを私が尊敬している、素晴らしいと思っているということを言うための表現ですね。これは相手を立てる、私より相手を上にするという日本語の文化の表れでもあります。ですが、今この敬語はほとんどの場合ビジネスで使われています。ビジネスで使う敬語では相手を尊敬するというよりは、私と相手の距離を取るという意味の方が強いと思います。日本語では内と外という考え方があって、私と私のグループ、それから他の人と他の人のグループを分けて考えます。この時に私と外のグループの距離を取る言葉が敬語です。ですから、例えば私と私の夫や友達の間でも、私がもしとても怒った時に私と友達の距離を取りたければ、突然敬語で話すということもあります。これは面白い現象ですね。2、敬語の種類について。敬語は私と相手の位置を上げたり下げたりすることで作りますから、一つ目の敬語は尊敬語、相手のすることを上げるための言葉です。そして二つ目の言葉は謙譲語、私がすることを下げる言葉です。そして三つ目が謙譲語の中の丁寧語という言葉で、オフィシャルな場面、例えば会議やみんなの前で話すときに、私がすることを下げる、これが丁寧な言い方になります。どの動詞からも1、尊敬語、2、謙譲語を作ることができますが、よく使う動詞には尊敬語や謙譲語の特別な言葉があります。例えば、行きます、アンダレ行くの
場合、尊敬語ではいらっしゃいます。謙譲語では参りますとなります。いらっしゃいますは、お店にお客さんが入った時にいらっしゃいませと言いますから、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。また食べる、マンジャーレの食べるでは、尊敬語は召し上がる、謙譲語はいただくです。これはいただきますの言葉にもなっていますね。日本人はご飯を食べるときにいただきますと言って、食べ物や作ってくれた人に謙譲語を使っているんですね。3、どんなときに使うか。尊敬語は相手が年上の場合や先生や会社のボスなど自分より高いポジションにある人に使う言葉ですが、実際にはビジネスでお客さんに使うことがとても多いです。この場合は尊敬の意味があるというよりは、私と相手の距離を取ることが丁寧な言い方とされているからですね。例えばお客さんが食べるということを召し上がる、お客さんが見ることをご覧になる、お客さんが来ることをいらっしゃるなどと言います。謙譲語はお客さんに私が何かをするときに使います。お客さんに物を見せるときはお見せします。お客さんに何かを取るときはお取りします。または丁寧な言い方でオフィシャルな場面で自分の名前を言うとき、私は橋本泉と申します、申しますも謙譲語の一つです。敬語は日本人でもあまりきちんと使えない人が多いんです。日本人は大学を出て仕事をする前に敬語の勉強をします。でも敬語は日本の文化がとてもよく出ている表現ですから、あまり使わなくても敬語とは何かを勉強するのは楽しいと思います。来週は敬語の使い方や形、それから例文をたくさん勉強しましょう。それでは今日はここまでです。皆さん日本語でわかりましたか？また来週も見てね。バイバイ。